はい、こんにちは、竹内です。いつも、ご視聴ありがとうございます。ということで、今週もいつも通りの、3本、反応調教授をチェック、また期待値の高山芝編で後にやっていきたいと思うわけなんですが、最初の雑談になっちゃうんですけど、もう1月も、今週末の開催で最後で、早いですよね。2018年、もう、12分の1が終わってしまうというところでもありますし、なんだかこの一日一日ね、平成のね、年号がそう遠くない時に変わっちゃうっていうのもあって、なんとなく僕は昭和生まれなんでね、昭和、ただでさえ若い人には昭和の人だとか言われるんですけど、そんなこと言っても大半平成で生きてるはずなんですけどね、2つね、年号が変わっちゃったりなんてことも、ぽっくりいかなければね、次の年号まで、僕も生きるわけなんで、なんかそういうのもちょっと噛み締めながらね、平成のじゃあ競馬っていうのは、もちろん、刻一刻とゴールが決まった状態で減っているとか、そういうことを考えると若干ね、このセンチメンタルな気持ちで、競馬を見たりするんですが、なんか平成のね、象徴であったような、いくつかものはあるわけですけど、例えばもうスマップってものがね、なかったりとか、安室奈美恵さんが引退されるとかっていう中で、今度小室哲哉さんもね、引退するなんていう、ことになったりとか、バリバリ僕らは中学校の時 TK ブームですからね、なんで、なんかそういうのもね、そういうニュースなんかもすごく敏感に見ながら、日々過ごしていたりします。今週末はちょっと、先週末か、体調がすごく微妙でですね、1日の中でこの4時間寝て4時間起きるっていうのを繰り返すようなのを過ごしてたんで、なんか1日が3日ぐらいにね、気持ち的に換算されて、週末3日間でなんか9日間過ごしたような、そんなような気持ちでいたんですが、なんかですね、体調がしっくりこないというか、そうね、あれですよね、僕も今年38になりますからね、そういうこともだんだん増えてくるのかななんて思いながら、いつまでこういう配信もできるんでしょうなとか、いろんなこと考えながら、やっております。まず今週末の反路調教要チェック、過去にこれぐらいの反路調教時の時に高速越えという真ん中からピックアップしてますということで、アレスバローズ54から 55.9 で、なんかこういうのもいいですね。9戦して5勝、だいたい半分は負けちゃってますが、この綺麗にね、勝つか負けるかみたいなのをやってるっていう馬は結構好きだったりします。スマートダンディ52から 53.9 で6戦して3勝2着2回いいですね。ノボバカラ、これも3勝3着1回、サンライズノボ3勝、ポポカテペテロ3勝、そんなような感じで、ちょっと気になる馬をリストアップしておきました。参考にしていただければ嬉しいなと思います。次、特別レース期待値の高い馬芝編ということになるわけなんですが、なんか最近ちょっとここでね、リストアップした馬が、夜中とかに結構人気になっちゃったりするのがね、偶然なのかあれか分かんないんですけど、チェスナットコートは2つレース登録してますけどね、どっちも、どっちに出走しても気になるなと。フォードリーム、JL スピード、マイネルハニー、アレスバローズ、ナックビーナスということで、シルクロードステークスのアレスバローズは、そうですね、ちょっと調教も含めて気になる一頭かなというような感じで見ております。で、そのダート編ですね、今回なんか説明だいぶ端折っちゃってますけど、僕のロジックですね、ミリオンダラ馬券術、本にもなってます、あと SPL コンテンツで配信してますとか、指数とか、利用して前走の情報だけで回収率が高い馬を抽出する方法があるので、月曜段階、月曜というか、日曜の夜の段階でも、次の週の準備ができますよっていうロジックがいくつかあって、その中の、いくつかに該当した馬を、アップしているのがこの動画ですと、いうことになります。ダートの方はスリーヘリオス、ミキノグランプリ、ロイヤルパンプ、ネギステークスのカフジーテイク、僕の好きなベストウォーリアというような感じでことをピックアップしました。で、芝の方が大体人気になる割合が多くて、で、ダートの方は結構人気薄が割合としては増えますという感じになってます。なんで的中率的に言うと芝の方が多いですが、ダートの方が回収率が高いみたいな、そういうバランスでなっているという感じですね。はい、そんなところでございます。で、結構
駆け足で進んでおりますが、あとはギャロップの方は、特別登録時点総合評価指数とか、先週のレースの中から次走、期待値が高い馬アップしております。テイクアップアームズの方、まあ、指数がねすごく好調で、リニューアルっていうか、まあ、ちょっとテコ入れっていうとなんかあんまりいい響きじゃないんですけど、まあ、あの悪い部分を改良したと、いいところを伸ばそうみたいな風にして、まあ、良かったなっていう感じですね。今年はすごくいいです。まあ、土曜日のそうですね前半もですけど、後半レースの指数上位の活躍はすごかったですし、まあまあまあ、そうですね、競馬新聞をにも慣れちゃってる方っていうのはもしかしたら、まあ、競馬新聞お高いですから割と、まあ、なかなか馬券をね買う費用っていうものも全部含めて投資になると思いますんで、まあ、競馬の収支になると思うんであれなんですけど、そうですね、まあ、例えばターゲットだけ使ってるけど、まあ、競馬新聞見てないとか、でもなんか足りないなっていう、まあ、ターゲットってデータベースソフトなんで、そこをね馬券予想ツールに変えていくのに何か足りないなって思っている人はぜひね、テイクアップアームズ使っていただけたら嬉しいなと思っていたりなんかします。あとアトギャロップの方でもね、毎週末レコフィル指数アップして、すごく反響がねすごくメールでは多いんですよね。メールですごいこれ続けてください、ずっと続けてください、まあ、無料配信してるんで声をいただけるんですけどね、このなんと言いましょうか、まあ、ツイッターとかフェイスブックのシェアはね、だんだんやっぱ減っちゃうんですよね。まあ直接ね応援いただけるのってとても嬉しいんですけど、見た目的になんか数字があるとやっぱりやっててちょっとね数字で見えると嬉しいので、そっちやってそっちも応援してもらえると長く続けていけるんじゃないかなと思っております。まあ本当仮にね1とか2になったらもうその途端にやめてやろうと思ってますんで、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。でまあ本はまあいいっす、今回は告知はやめておきます。で馬知り、先週もなんか結構大きい配当当てておりました。なんで毎回言ってますけどね、この子たちの買い物の中で配当がすごく高い、まあ、100倍以上だったりとか200倍以上300倍以上のところだけ買っていけば大幅にプラスになっちゃったりするので、なんであれなんですよね、結構リクエストとして多いのはこの配当がいいところだけをピックアップして、なんかそのなんだろうな、まあ、LINE じゃないや、スマホで通知するとかね、まあ、そういう機能とか欲しいっていう声が割と僕のところに起きたりするんですけど、結局馬知りって馬知り制作委員会の方でやってるんで、まあ、僕のところに来たメールをもちろんメンバーに伝えてはいるのですが、まあ、ぜひ制作委員会の方にメールしていただけると、馬知りの公式サイトもありますので、嬉しいなと思います。あと技術的にそのできるできないっていうのは僕は本当全然アプリに関しては分からなくて、まあ、この馬知りに関しては技術的なところは技術的なところをやっている子たちが、まあ、メールも見ますので、ぜひ、ね、そっちにリクエストしていただければ嬉しいなと思っております。はい、そうですね、あとはそういえば、関東の方ではちょっと今日雪、大雪になるそうで、まあ、名古屋はただ寒いだけだとは思うんですが、まあ、この時期ね、まあ、当然雪は、雪が大雪降ったりしますけど、結局雪になってない地域の人、まあ、僕もそうなんですが、ちょびっと雪降るだけでね、やっぱ怪我したりもしますし、特にあれですね、まあ、僕の、読者様とかは割とね平均年齢がすごく高いので、本当にね僕もちょっと最近やっぱ何もないとこでつまずいたりとかねするようになってきてますからね、37、8になりますが、そういうのはね、ちょっとお怪我とかちょっと気をつけていただきたいなと思います。あとインフルエンザも、流行っておりますし、はい、まあお体ね、内面的にも、中も外もね、内外両方気をつけていただければ嬉しいなと思っております。はい、今年はね、あまり訃報を聞かない1年になると嬉しいなと。なんでやっぱその平均年齢が高いんでね、どうしても訃報を、お知らせがね、記載毎年するわけですよ。それこそ例えばよくメールくださっていた読者さんから連絡最近ないなと思ったらね、後日ご家族の方からその悪い知らせを僕が受け取ったりなんかもしちゃったりすることもあったりしますし、
まあ、毎年、まあ、ゼロっていうことはここ最近ないんですけど、まあ、今年はちょっとね、不法ゼロ週間ということで、ゼロ年間ということで、気合を入れて、生きていただければ嬉しいなと思います。まあ、僕も今年死ぬつもりはまだありませんので、はい。まあ、そんなわけで、そうですね。まあ、ブログなんかも更新してるので見に来てください。竹内でした。さよなら。